皆さんこんにちは。今回はダイソーの刺繍糸を使ってグランドプーリングを編んでみました。刺繍糸の使用しているカラーはミックスカラーのものになります。今刺繍糸を6束使ってこんな感じで編み終わったところになるんですけど、これと同じものをもう1枚残りの6束を使って編んで、2枚重ねてボタンをつけてポーチにしようかなと思ってるので、残りのこの6本を使って編むところをご紹介したいと思います。これを編むのが、結構大変で毎段1段編むのに多分1回も編み直さないで編めた段ないんじゃないかなっていうくらい、もう修行のレベルでめっちゃ編み直してるんですけど、もし真似してみたいっていう方がいらっしゃったら参考に見てみてください。私もグランドプーリングにあまりこう編み慣れてるわけではないので、多分初めはもっと他の詳しくグランドプーリングの編み方をご紹介されているような方の動画を一度見てみていただいた方がいいかなと思います。で、今これが6束、こちら側の端に入っていたブルーの糸から6束編んでるんですけど、一番最初のブルーのカラーだけこの濃い色の長さが結構長くて、他の色はだいたい薄色と濃い色と同じくらいの長さだったので綺麗に模様になってるんですけど、この青だけ濃い部分がすごい長かったんですよね。だからこの部分はあんまり綺麗に模様にならなかったんですけど、なんかもういいかなって思ってここまだ編み始めだったんで、これうまくいくのかなーって思いながらこう編んでて、だんだんこの辺からあ、できてるっていう感じになったので、なんかここはここでこのまま残っちゃったんですけど、今回はこれで編んでいこうと思います。で、残りのこちらの束でこちらから編んでいきますか。両端からそれぞれ6本ずつ編むっていう感じになりますね。で、またあの青みたいな配色のがあるのかちょっと確認してから編み始めようかなと思います。このかぎ針より上になっている糸が端から2番目に置いてあった黄色の糸で、かぎ針から下が一番端にあった黄色の糸になるんですけど、端から2番目にあった黄色の糸だけこの先に編んだ方の青の糸と同じ配色になってました。で、今回はこの端から2番目の黄色で袋の縁の部分細編みするのに使おうかなと思うので、この糸は避けて残りの5本で編んでから、この今まで編んだののこちら側につなげて、この模様が合ってない部分が底の部分で半分で折り返されるような形のポーチにしようかなと思います。なので一番端の黄色から編み始めて、次の黄色を飛ばして、この順番で編み進めていきます。残りの4つはパッケージに入っていた通りの順番になります。編み方の説明はどれだけわかりやすくできるかわからないんですけど、鎖編みから編み始めるので指に糸をかけたら、糸の向こう側から針を入れて一度くるっとねじってから糸を引き出します。ここはキュッと引っ張っておいて、次の目から1、2、3と数えていきます。一番最初の色の長さは他の色より短くなっているはずなので、この一番最初の色と次の色を全部
鎖編みで編んで、で最後のこの鎖の一つだけが次の色になるところまで編みます。この状態で47目以上になっていれば、ここから2段目に入っていきます。もし47目より少なかったら、もう1色分編み足すか、あと2、3目で47目に足りるくらい、45目ぐらいまで編めてるようだったら1回ほどいて、この糸端をもっと短くして編み始めて、ここで47目になるように調整します。で今回は普通に編んできたら、ちょうどここで47目になったので、これで2段目に入っていきます。2段目はこの鎖の目を 1,2,3,4 と4つ戻ったこの目から編み始めます。3つ間隔を空けて、4つ目の鎖の真ん中に針を刺して、半目と裏山を2本拾って細編みを編みます。この時にこの細編みの引き抜いたこの糸を少し長めに引っ張っておいてください。これで細編みを編んで、鎖編みを1つ編んだら、こちら側の目を隣の目を飛ばして、こちらの鎖を拾って、この場所に細編みを編みます。細編みを編むときは、糸を長めに引き出してから、少し普通の細編みより高さがあるような細編みを編んでください。これは2段目からはこの鎖編みを編みくるんで細編みを編むので、そうすると細編みで使う糸の量が長くなる形になります。なのでその細編みに合わせるために、ちょっと長めに糸を引き出して細編みを編みます。鎖編みを一つ編んだら、またこちら側の鎖を一つ飛ばして、隣の目に細編みを編みます。糸を長めに引き出して、細編み、鎖編み、一つ飛ばして細編み。このように細編みと鎖編みを交互に編んでいきます。この黄色の糸を最後まで編んだら、今黄色で編んだ細編みの数を数えてみて、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 編めていたらこのまま進みます。今度はこの白の糸で同じように鎖編みと細編みを交互に編んでいきます。こちらの白い糸で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 細編みが10目編めたら、まだ鎖編みが余っていたとしても次の段に進みます。鎖編み2目で立ち上がって、向きを変えてから、この細編みの間に針を刺して、ここに細編みを編みます。ここで次の色にならなかったら、またこれをほどいて編み直して、この位置で色が変わるように調整します。鎖編みを一つ編んだら、2段目は細編みと細編みの間に針を入れて細編みを編んで、鎖編み、細編みと繰り返して編んでいきます。
2段目以降は細編みと細編みの間に針を刺すときに下の段の細編みを緩く編んでいる段があるので、この裏から見ると細編みの間に針が入ってしまうことがあります。この細編みと細編みの間をよく見たときに、向こう側にここに一本糸が渡っているんですけれども、この糸と左側の細編みの間に針を入れてしまうと、裏から見たときに細編みと細編みの間ではなく細編みの真ん中に細編みが編まれてしまいます。なのでこの細編みと細編みの間に針を入れるときは、右側の細編みに寄った位置に針を入れて、この間に渡っているこの一本を拾わないように気をつけながら編んでいきます。この黄色の糸で糸の変わるところまで編んできて、細編みの数を数えると 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 目しか編めていないので、この黄色の糸では12目細編みを編まないといけないので、1回ほどいてから1回、先ほどより少しきつめに細編みを編むようにしていきます。きつめに編み直して細編みが12目編めたので、次の色に進んでいきます。この色の境目の鎖編みと、次1目編んだ時にこの細編みの上に乗る頭の部分、この部分はどちらの色になっても大丈夫です。今度はこの白い糸でこの段の終わりまで編んでいくんですけど、ここは少し緩めに編まないと他のところよりも編む目数が少し少なくなるので長さが合わないかなと思います。編み終わりの部分はこの細編みの横にぐるっと鎖がつながってると思うんですけど、この細編みの横と鎖編みの間に一度細編みを編んだところで終わりになります。この編み終わりで 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9目編まれてて、次の鎖2個で立ち上がって向きを変えたこの細編みの間に一度編む細編みで色を変えたいんですけど、ギリギリ大丈夫かな。新しい色で細編みを編んでみて、ここの色は前の色でも大丈夫なんですけど、裏と表を見てこの細編みのこの部分が2本とも次の色になってないといけないので、ほんのちょっとだけやっぱり糸が余りますね。もう少し緩く編みます。この辺からの調整で足りるんじゃないかなと思います。緩めに糸を長く出して細編み、鎖2つで立ち上がって向きを変えて細編みと細編みの間に細編みを編んで、鎖を編んで、次の細編みと細編みの間に新しい色で編んで、鎖を1つ編んで、細編みと細編みの間に細編みを
編むと表からも裏からも細編みのこの縦に渡ってる糸が両方色が変わってるので、これで次の色に編み進めます。3段目からは細編みの数を数えなくても、下の下の段、2つ下の段を見て、この段よりも1目多く編めていれば調整をし直さなくて大丈夫です。ここで下の段の黄色が終わってるので、この段より1つ多く黄色が編めていたら次の色に進みます。また次の白の糸で鎖と細編みを交互に編んでいって、端の部分は糸を緩く編んでるので少し分かりにくくなってるんですけど、この最後の細編みと鎖編みの間に針を入れて、裏から見た時にこの細編みと鎖の間に針が入っていれば、この位置に細編みを編みます。そして鎖2目で立ち上がって向きを変えて、細編みを編んで下の段の2段下の段の細編みの位置を確認すると、この位置に白い糸で細編みが編まれています。そうするとこの段のこの色の終わりの位置は1つ進んだこの位置になるはずなので、少し緩く編みすぎてしまっているので、ほどいてからきつく、もう少しきつく編み直します。少しきつく編み直して、ここに細編みが2回裏も表も白の糸で編めたので、ここから次の色に進んでいきます。糸を編み終わって下の下の段を見ると、ここで色が変わってるので、これより一つ多く編めているので次の色に進みます。この色でこの段を編み終えて、鎖2目で立ち上がって向きを変えてから、次の段を編み始めて、細編みを3つ編んだところで色が変わったんですけど、下の下の段を見るとここで色が変わってるので、これだと編みすぎになっているので、ほどいてもう少し緩く編みます。少し緩めに編んで、この2段下の段より1つ多く細編みを編んだところで次の色に入ります。黄色の糸が終わったところで、2つ下の段を見るとこの位置で色が変わってるので、1つ多く編めているのでこのまま進みます。だいたい1束で5段編めて、この糸ももう残りがこれだけになっています。糸を変えるときは次の糸の糸端を見てみて、これは濃い色から始まっていて、今は薄い色で終わっているので、この濃い部分は飛ばして薄い色から糸をつけ始めます。この糸のつけ始めの位置は
次の濃い色との境目を今の編み終わりの位置と合わせてみて、この編み終わりの糸端の色が変わっているところと同じくらいの長さ、このあたりですね。このあたりから糸をつけて編み始めます。この時に糸端は編みくるみながら編み進めています。同じように細編みと鎖編みを交互に編んで、糸の色が変わるところまで編み進めたら、2つ下の段を見てみると、ここまで薄い色で編まれてて、ここで色が変わっているので、ここの目より1つ多く細編みが編めたところで、次の色で編み始めます。基本的な編み方は糸を変えても同じになるので、細編みと鎖編みを交互に編み進めます。私はだいたい7、8目ぐらい細編みで編みくるめたら、ここは後で糸をカットするのでこのまま残しておきます。ここからは糸を編みくるまずに細編みと鎖編みを交互に編んでいきます。これで編み終わりの位置は、二つ下の段がここまで編まれているので、一つ進んだこの位置で大丈夫そうなので、明るい色の糸で編み進めます。この段は二つ下の目がここで編み終わってて、一つ多く細編みが編めてるんですけど、あんまりすぎてる。次の細編みを編んでみて、裏を見た時にこの1本が明るい色になってしまっているので、もう少し緩く編み直します。これで裏側も次の細編みが2本とも濃い色になったので、これで編み進めます。でもこれの繰り返しで、1色編み終わったら2つ下の段の位置と比べてみて、1つ多く細編みが編まれていれば次に進んで、場所が合わないようだったらほどいて編み直すというのを繰り返して編んでいく形になります。2束を編み終わるとこんな感じで模様になってきます。次使う糸はまた濃い色から始まっていて、今薄い色で終わっているので、この濃い部分を飛ばして次の色の変わるところと今の編み終わりを合わせて、糸の終わりのこの色が変わるところ、この部分が次の糸の編み始めになります。
この部分から鎖を編み始めて、向きを変えて、先ほど糸端を編みくるんだ面が裏側になるので、この糸端は裏側に回して編みくるんでいきます。2つ下の段の終わりがこの位置なので、ここまで編んで、次の目で色が変わるように編んでいきます。糸を3束編み終わったところで、次の4束目が、これも濃い色から始まってるんですけど、この濃い色が他の糸に比べて結構長さがあったので、この段の途中で色を変えてみようかなと思います。今編んでいる糸がなくなるまでこの段を編みます。白い糸を使い切って、ピンクの糸がなくなるところまで編んでいくんですけど、ちょっとここで糸を変えないといけないので、少しきつめに意識して編みます。ここで糸がなくなったところで、細編みの一番最後の引き抜きの部分で新しい糸に変えて、鎖を一つ編んで、糸端を編みくるみながら、この色の間は少し意識してきつめに細編みを編んでいきます。こんな感じでかなりギリギリで、この最後が若干薄くなってるかなっていう感じなんですけど、まあ、このくらいはちょっと多めに見て編み進めようかなと思います。糸端の濃い色の長さがどのくらいあるかによっても編める場合と編めない場合があるので、やっぱり段ごとで変えた方が確実ではあるんですけど、なるべく糸を残らせたくないので、こんな感じで糸を変えたりもしながら編んでます。ここからはまた今までと同じように編んでいきます。糸がなくなるところまで編んでくると、この段はこの色であと2目分細編みを編まないといけないので、次の糸のこの薄い色を使ってあと2目細編みを編みたいと思います。適当な位置でつけて2目編んだら、まだまだ全然糸が余っているので、これに合わせて糸端の長さを調整します。一番最初の引き抜きで糸端を引っ張って長めに残してから細編みを編んでみます。これで薄い色で細編みが2目編めたので、ここから新しい色で編み始めます。この段の終わりは2つ下の段が濃い色きっちりで段が終わって、次の段は明るい色で始まっているので、この段で最後まで編んだら、鎖2目で立ち上がって、次の段の1つ目の細編みまでこの色で
編める位置で調整します。そしてここからまた明るい色に変わって編み進めるような形になります。この編み終わりの部分も2段下の段は段の終わりの部分で綺麗に色が変わっているので、同じ色で次の段の細編み1つ目まで編み進めてから色が変わるように調整します。最後の束で5段編んだところで結構綺麗に使い切ることができました。ここでもう一度引き抜きをして編み終わりになります。こちら側は鎖編みが長く残っているので、一目一目引っ張ってほどいておきます。このほどいた糸端に針をつけて裏側からこの細編みの部分を拾って何目か拾ったところでカットしておきます。あとは残しておいたこの黄色の糸で縁を編んでいこうと思います。端の部分のこの鎖1目で終わっているところに針を入れて、ここから糸をつけて、鎖1つで立ち上がってから同じ場所に細編みを編んで編み始めます。細編みの頭と鎖1目で穴が開いているところを交互に拾って細編みを編んでいくような形になります。結構模様編みの部分が緩めに編まれているので、細編みも気持ち緩めで編んでいった方がいいのかなと思っています。側面の部分は今編んでいる編み地の最後の細編みの頭を拾って、この細編みと端の部分の間に針を入れて一度細編みを編んでから、この細編みの頭に細編みを編むような感じで編み進めていきます。最後はこの細編みの頭を拾ってで細編みを編んでから、マーカーのついている細編みの頭に引き抜きでつなぎます。もう一段編めそうなので、次の段でボタンを留めるループを作っていこうと思います。今回ボタンはダイソーで購入したこちらのファッションボタンM サイズのものになります。こういったひし形のボタンになってます。こちら側はこのまま細編みで編み進めて、反対側のこのあたりに鎖編みでループをつけようと思います。そこまでは下の細編みの頭を拾って細編みを編んでいきます。この片面の目数を数えたら44目あったので、この
境の端の部分から22目編んできました。ここにループをつけていきます。8目くらい、8目くらいで一度細編みをしてみて、なんか全然短いかな、10目ぐらいですかね。10目してみて、隣の目に細編みを編んで、それで良さそうですね。10目で作ろうと思います。あとはこの段の終わりまで細編みをしていきます。最後はこのマーカーを外して、マーカーの目の真ん中に針を入れて引き抜きをして、糸をカットしてから糸端に針をつけて、この引き抜きをした場所から内側に糸を入れて、この場所で裏の目を拾って、もう一度同じ場所を拾って。できた輪に糸を通してから裏の目を何目か拾ってカットします。最後にこのループの位置と合う場所にボタンをつけて完成になります。これで出来上がりになります。結構綺麗に模様が編めたんじゃないかなと思います。裏側はこんな感じになってます。やっぱりこの部分とこの部分が糸の長さが違うっていうのが編み始めてみないとわからなかったので、今度編むときはこの2色で縁を編むようにしたら、両面この部分とこの部分の模様になって綺麗に作れるんじゃないかなと思います。中側はこんな感じですね。中から見ても綺麗ですね。最後のこの細編みの部分はなんか気持ち緩く編んでたんですけど、ちょっとたるんでるので普通に編んでも大丈夫だったみたいですね。ちょっと緩くしすぎちゃった感じがあるので、普通に編む感じで良さそうでした、ここは。それで出来上がりの大きさは、幅が16センチ、高さが12センチですね。最後まで見てくださりありがとうございました。